お得な情報があるんだけど、話だけでも聞いていかないかな。絶対に損はさせないからさ。うわー、すごい怪しいやつ、損するやつ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、クエストアプリから調査を始めよう。漆黒に染まりし闇を抱く赤き炎竜。これか。とりあえずクエストアプリ、どれ、何これ。あ、これは違うやつ。あ、なるほど、全然関係ないようなのも増えていくんやね。これはサブクエストってことかな。へえー。で、これがウスラヌラのやつってことやろ。漆黒に染まりし闇を抱く赤き炎竜。真夜中の街で通称赤き竜って怪物が人々を襲うという噂があるらしい。なぜか駄菓子屋の近くでの目撃情報が多いみたいだけど、どんな関係があるんだ。まずは真夜中の駄菓子屋から調査開始だ。よし、調査開始しよう。調査開始。じゃ、とりあえず、あっちのサブクエみたいなのも、ちょっと進めていこうかね。いろいろと、メインとサブと両方いろいろ。そうやってしていった方が多分レベルとかも上がりやすいんじゃないかな。戦闘があるとは限らんけど。あ、ってことはあれや。クエストアプリから、目的地ナビお願いします。あれ、なんかびっくりマークが。天気のいい深夜の間だけちょっと天気良くなってくれる。全然天気良くならないんだけど、ちょっと待って。ってことは、サブクエストをやったらいいってことかな。サブクエストしよる間に天気が変わったりする。よし、こっち引き受けていこう。そのためのかな。ガラクタおじさんの怪しい取引。霞台でガラクタおじさんが何やら企んでいるようだ。ヨロズマートの近くを探してみよう。で、これやっていくわ、もう。じゃ、これ。ん?違う。目的地並みも申してくれとる。おいし、行くぜい。お店が開いている間だけ、はふざけんなし。え、ちょっと待って。ってことは、あれよね。これで、ベンチとかに座って、これで多分時間経過が5時47分。あ、これで晴れさせることできるんじゃない ?7 時ぐらいまで。午前7時まで休みますか。はい、休みましょう。全然深夜に。待って、何時ですか?オープンするのは何時です?10時ぐらいか。まだ全然雨降りよるし。てか、あれよ。何日間バクにいてもらうつもりなの、これって。その辺の感覚がよくわからんね。ちょっと待って、10時ぐらい?はい、午前10時まで。午前10時までベンチに座って休むって相当暇やけどね。はい、すっかり明るーい。はい、ナビしてナビ。これもうあれじゃない?あの子起きてこないけどってならん?起きてきたと思ったらなんかね、なんとかじゃみたいな喋り方やけど大丈夫?いつの時代の人みたいになってるけど。まあ、とりあえずサブクエをやっていきますか。なんかさ、前の妖怪ウォッチの時ってさ、なんか明るくなったら一旦家に戻らなくっちゃみたいなのなかった?大丈夫なんこれ。全然戻ってないけど。何あのマーク?え?何のマーク?あ、これか。C ランク。今多分 D ランクやろ。目的地はなんかヨロズマート周辺やったよね。どの辺っすかね。怪しいおじさん。あ、おったおった。はあ。ここにさ、僕の集めたとっておきのコレクションがあるんだけど、今からこれを売ろうと思うんだ。ん?売っちゃうんですか?せっかく集めたのにどうして?実は家族にそんなガラクタ邪魔だから売ってこいと。売れるの、ガラクタ。いらっしゃい、ガラクタおじさんのショップだよ。え、なになになに?やっぱり買うんだ。見習いの刀ねじれたつい。あ、確かに一般の人には関係なさげな。じゃあどうしよっかな。これおじさんのお気に入りなんだ。
大事にしてね。ねじれた杖。手にしたものに動力が高まるという絶妙にいい感じにねじれた杖。これを誰が装備できるとか全然知ってないよね。これおじさんのお気に入りなんだ。とりあえず買っておこうか。大事にしてね。なんか悲しい。まだ何か見ていく？まあ無理して買わなくてもいいけど。いや大丈夫よ。うん。またね。お店が開いてる間だけ。これは一体頼み事はないの？ねえそこの君、何ですか？君にお得な情報があるんだけど、話だけでも聞いていかないかな。絶対に損はさせないからさ。うわーすごい怪しいやつ、損するやつ。え、ガラクタおじさんの怪しい取引。家族からとっておきのコレクションを手放すと言われているガラクタおじさん。お店を利用してくれた妖怪探偵団にお得な情報があると持ちかけてきた。かなり怪しいけれど話を聞いてみる。話だけなら。じゃあ早速本題に入るけど、僕家族にガラクタを手放せって言われてるんだけど、どうしても我慢できなくてね。いっそ新しいコレクションを自分で作っちゃおうと思ってるんだ。どういうこと？自分で作る。それで私は何をすれば。君には必要な素材を持ってきてほしい。僕がそれを使って新しいコレクションを作る。え、てかあれよね、家族の共用スペースになければ別に一人なんか個人的なスペースを設けれるぐらいの家なんやったら、本人にとっては大事なんやろうし、あっていいんじゃないかと思うけど。僕が素材を集めると家族にバレちゃうからね。完成すればそれを特別価格で売ってあげよう。え、自分ではコレクションしないの？ほらほら、悪い話じゃないでしょ。ね、ね。なんだかちょっと怪しいな、この人。必要な材料は E ランクのプチコンが3個だ。ああ。よろしく頼んだよ。E ランクのプチコンが3個、1個持っとるよね。ガラクタおじさんの怪しい取引発生。クエストを進めてみよう。まああれをね、見つけた時に持ってくるしかないってことよね、もう。ってことはこれは今回だけでは終わらんってことだ。じゃあまあとりあえずプチコンが3個集まったらガラクタおじさんのところに持っていこう。ということで、漆黒に染まりし闇を抱く赤きエンデュー、これを引き受けていこう。とりあえず真夜中になるまでどこか休める場所はないですかね。とりあえず公園に入ってベンチで休もう。ベンチで、はい、その辺のベンチ、ここのベンチに腰掛けてさ、いつまでもおったら怪しいよね。よいしょ。でもここならなんかゴロゴロ寝転べそうな感じ。はい、一休みしましょう。一休みどころじゃないけどね。とりあえず0時とかでいいかな。はい、休みます。お、天気いいぞ。よし行こう。ナビワン行こう。バク的には多分何日間家で過ごさせるねんっていう状態やと思うけど、まあお気にせず。どこ？あ、そっち。辰巳川端来た。この辺来たことないところかな。ほんとなんか、よろずマートいっぱいあるね。まあ、現実でもコンビニってそういうもんやけど。ハンバーガー屋さんとかいろいろあるやん。ん？なにこれ？これ？てか、どういう依頼やったっけ？マヨ太郎、かわいい。噂の赤き竜、今夜はいないみたい。ん？ねえ、その噂を書き込んだ人を寝ぼけてたとかはないよね。そんなことないはず。確かに結成したばかりの頃は見間違いとかデマとかいろいろあったけどさ。あったんだ。まあ、そりゃそうやろうね。なになになに？さっきからずっと光っとるよ、それ。これは。今急に発見したかのような感じやけど。ん？どうしたの、トーマン？もしかして赤き竜に手がかりとか。ブリザードウルフ！なになになに？中二病？ブリザードウルフ？ブリザードウルフのカードを手に入れた。へえ、なにそれ？なんかデュエマスとか遊戯王とかそういう感じ？みんな、てんてんてんってなっとるやん。え？ブリザードウルフ？それ、なんかの妖怪？いや、ブリザードウルフは妖怪じゃない。うん。電光石火時代っていうカードゲームの中の超伝説級のモンスターカードだよ。
ブリザードウルフは世界で3枚しかない、選ばれし者が持つとされている幻のカードなんだ。世界で3枚しかないものがこんなところに落ちている。それは大変。雪原の帝王とか氷雪の銀狼と呼ばれていて、その別名の通り氷のフィールドで最強のカードさ。3回連続攻撃ができる特性を持っていて、最大5ターン相手を行動不能にするスキルが強みだ。まさかまさかこの目でブリザードウルフを見ることができるなんて。何何熱く飾っちゃってんの。とりあえずすごいカードなんだね。でもそんな珍しいカードがなんで落ちてんだろう。もしかしたらここで赤き竜に襲われたのかもしれない。なるほど。逃げるのに必死で落としたのに気づかなかったのか。たまたま世界に3枚しかないもののうちの1つを持っている人、すげえな。でもそれならすぐに戻ってくるはずじゃない。どうかな。多分だけど、もちろんしか戻ってくるとしたら明るくなってからじゃないかな。なんで。そうね、襲われて逃げたんだとしたらまだ赤き竜がいるかもって思うだろうしね。へへ。なんだか探偵団らしいことできてるな。よし、それじゃあ昼になったら駄菓子屋の前に来てみようぜ。どこ駄菓子屋って。ここ。次は昼か。ってことはその辺に休めるような場所はありますかね。10円ガム。ベンチかと思った。アイスケースかーい。あ、公園あるやん、そこに。多分公園よね、これ。じゃあここで休んでいこう。あ、ベンチベンチ。至る所で色々と光ってるのが気になるけど、とりあえず昼まで休みます。じゃあとりあえず12時ぐらいでいいってことかな。はい、午後0時まで休みます。天気のいい昼の間。よし、天気いいぞ。いけー、ナビワン。まあすぐそこやったけど。まあすぐそこやったけど。あ、この子まさか持ち主。姉ちゃん、なんでここにいるの。弟。俺は友達の大事なものを一緒に探してるところだよ。ったく、なんであんな激レアカード落としちゃったんだろう。持ち主。違うんだ、君に話しかけたんじゃないんだよ。ねえ、君が探してるのってこのカードじゃない。僕のブリザードウルフ拾ってくれたんだ、ありがとう。よかった、君のだったんだね。でもなんでカード落としちゃったの。実は昨日の夜家を抜け出してコンビニにお菓子を買いに行ってたんだけどさ、その帰り道に襲われたんだ、噂になってるあの赤き竜に。やっぱりそうだったんだ、君が無事でよかった。ねえ、わざわざ届けてもらったけど、そのカードもらってくれないかな。どうして、大事なカードなんじゃ。俺のせいで狙われるとか。きっと襲ってきた赤き竜はブリザードウルフと対の存在。ああ、まあ赤と、炎と雪ってこと。煉獄の赤竜と呼ばれるバーニングドラゴンだと思うんだ。それはカードの設定。トーマならこの話分かったかな。トーマおらんのかい。アニメ電光石火時代の第18話、語り部のベタリカが言ってたんだ。氷雪の銀色が力を目覚めした時、煉獄の赤竜もまた深き眠りから目覚めるって。ただのアニメの話だと思ったけど、あれは本当にあった話だったんだよ。だからブリザードウルフを手に入れた者はバーニングドラゴンと戦わなくちゃいけないんだ。それがカードに選ばれし者の定めだからね。僕は赤き竜を見て逃げてしまったから、選ばれし者になる資格なんてない。だからお願いだよ、僕の代わりにバーニングドラゴンを倒して。バーニングドラゴンかわからないけど、赤き竜のことは任せて。ありがとう、選ばれし者の定め絶対に果たしてね。また夜にこの店まで来てみよう、赤き竜を倒さないと。いける。煉獄の赤竜との決着必ずつけてみせる。そうだな、すごいやる気だな。鬼やないかと思う。普通に鬼やないか。てか時間操作多いな。次は天気のいい深夜に赤い竜と決着か。戦闘ですね。あ、戦闘ってことはあれやない。とりあえずどれかな、メインメンバー、なんか装備をねじれた杖。よし、あ、ちゃんと装備できるよね。で、ここを丸い盾。よし、オッケーかな。じゃあこれで休もう。深夜ね、深夜。でもこれさ、ベンチとかで休んで時間操作する以外って時間動きやんか。一応12時に設定して12時10分になっとるってことは、時
間経過リアルタイムではないけど動きよるってことかちゃんと。時間操作ができるようになったけん動くようになったんかな。はい、来た。赤い竜と決着つけに行こう。いけいけナビワン。なんかめっちゃ光よりある。すげえ光よりある。あ、違った。ははは。ライトだった。めっちゃ普通にライトだった。なに？ウェイ、なんかおるー。なんかおるー。ちょ、待って。これ使わなくても見えるじゃねえか。これ赤い竜。めっちゃ強そう。この、え、見つかったっていうの可愛くない？バーニングドラゴンを見つけた。めっちゃかっこいいやん。やっぱり現れたわね。噂の赤い竜。リザードウルフ。やっぱり敵対？倒す。倒す。日本語喋れんのかと思ったら喋れるんや。よっしゃー、頑張っていくぜ。バトルスタートー。行くよ。待って、この子たちなの？ちょっと強い方。強い方のジバニャンたちは一体どうなったのね。ねえ、なんか思ってたのと違うんだけど、メンバーが。火はあまり効かないようだ。まあ、バーニングだからね。まあ、落ちてるやつとかね、本当にした方がいいやつ。今がどういう状態なんだか全くわからねえや。とりあえず容器水筒。炎効かないって言ってるじゃん。誰炎を走ってるの？ちゃんと、ちゃんとして。これなんなんやろ。回復しようかな、なんか。言えてねー。プレツ肉球、なんか結構弱いよ。なんか何が何の弾なんだかよくわからんけど、とりあえず全部集めてる。はい、元気水、元気じゃなかった。元気水と、いや、ほとんどダメージ受けてないな。あ、痛い痛い。なんかこいつめっちゃいろんなもの、めっちゃいろんなものを落とすね。かぶらないで、誰あいつ。コウモリ。あれとか、バックこの場に呼び出されとるやん。大丈夫、家。もう全然おらんのやねん、夏目とか。あ、そっか、自分ばっかりじゃなくて、仲間の妖怪たちもあれ拾わんといかん。あー、ちょっと危険、めっちゃ危険。じゃあ、あれを拾わせてくれませんかね。よっしゃー。最後の最後で回復。いいね。絶対めっちゃ強いと思ったけど、そうでもなかった。よし。ついに煙獄のセキュリを倒したぞ。戦いのサラメを終わらせることができたんだ。何のゲームでしたっけ、これって感じ。そうだね。まだそのテンションなんだ。すごい。あの赤霧を倒しちゃって、見えるの見えるの。誰？いや、あの男の子でしょ。あれケイスケ、あんたなんでこんなところにいるの？うん。最近姉ちゃんコソコソしてるから、後をつけてきたんだよ。もう全然バクの意味が。姉ちゃんって、もしかしてケイスケって俺の息子？俺とほぼ同じ顔じゃん。夏目さんなんて説明するんだろう。うん？それに俺にそっくりな子連れてるし、変なことに巻き込んでないかなと思って。そっくり。ああ、それなら大丈夫。ケイタくん子供時代のお父さんだから。妖怪とかのことも理解しとんかな、ケイスケくんというのは。じゃないとなんかすげえ、よくわからん話を急にお姉ちゃんがしだして。なんだ、そっか。それなら大丈夫だね。いや。お父さん子供なるよね。どういうこと？わけわかんないんですけど。夏目さん、説明あっさりしすぎじゃない？照れるとこじゃねえ。っていうか、私たちは家を抜け出してても、バクさんたちのことでバレないけど。ケイスケは代わりがいないからいないことバレちゃうじゃん。ん？バレるって何が？ん？いいからあんたは先に帰ってなさい。私もすぐ家に戻るから。ちぇ？わかったよ。それじゃあね、姉ちゃん。じゃあね、普通に抜け出してきたってことよね。なんで助走つけた今ちょっと。まだ暗いから気をつけて帰りなさいよ。なになに？あ、バーニングドラゴン？誰？何この赤いやつ。なんかちょっとジバニャンに似てるけど。似てるか？ダジー！ ジータンはジータンだぜ。なんかかわいい。え、かわいい。
チータン上の空。チータン赤い竜なれる。何でもなれるだぜ。さっきのやつ赤い竜これ。何でもって、それじゃあ変身能力あるってことか。デブ当たり。すごいズバズバ。すごい失礼なんですけど。チータンはどうしてあの男の子を襲ったりしたの？確かになんか攻撃的な感じがしないし。おいおい。いきなり俺のことデブって言ってきたけどね。チータン駄菓子屋のババアと一緒に住んでた。ババア白い狼見てかっこいいって言った。チータンモヤモヤした。赤い竜白い狼よりかっこいいだぜ。おお。もしかしてあの男の子、駄菓子屋でブリザードウルフを引いたのか。すげえな。世界で3枚しかないよね。あとの2枚はまだ出てないの。これからは僕も駄菓子屋でカードパック買おうかな。まあ、でも確かにちっちゃい駄菓子屋でいいものが当たることはあるんじゃないかな。昔なんか近所の駄菓子屋さんで、あの引くカードのくじ引きのやつ丸々全部買ったりとかしよった。全部買っても安いもんね。そんな満するわけじゃないし。つまりジータンはやきもち焼いちゃったってこと？でもさ、男の子を襲うなんてちょっとやりすぎじゃないか。ジータンを襲う気なかった。でも変なやつが撃った黒い矢当たってジータンおかしくなった。あ、この子もか。だぜー、もやもやぐるぐるしてジータンがジータンじゃなくなっただぜ。あ、もしかしてジータンの暴走、夏目さんが言ってた黒い矢の影響じゃ。そうか、それなら犯人の姿を見ているかも。ねえジータン、その黒い矢を撃った犯人に変身できるかな。試し前。おお、フクロウだ。この姿って小学校で襲ってきたあの妖怪じゃんか。そうなの？なるほど。もしかしたら僕たちを倒すために妖怪を暴走させているのかも。そうだとしたら黒矢が原因の暴走事件はまだ続きそうだね。てかここの駄菓子屋のおばあちゃんは妖怪が見えるってこと？あ、元に戻った。ありがとう。変身してくれてありがとうジータン。おかげで事件の真相に近づけたよ。ダジー、チータン迷惑いっぱいかけた。お礼言うの変だぜ。ううん、変じゃないよ。暴れたのだってチータンの意思じゃないんでしょ。そうそう、黒い矢を撃ってきたやつが悪いんだって。うん、被害が大きくなる前でよかったよ。それにリアルなバーニングドラゴンを見れてちょっと嬉しかったし。あれでちょっとなんだ。すごいテンション上がっちゃったよね。お前らいいやつ。チータンこれやる。おお、ジュニアが友達妖怪になった。ジュニアっていうの？チータン、ジュニアの妖怪アークを大切にしまい込んだ。かわいい。かわいい子が仲間になってくれてやったね。ありがとうジータン。なるほど、ジュニアだからジータンなのか。いやいや、ジータンって妖怪名だったらそれはちょっと間抜けすぎるだろう。デブ、間抜け面しゃっきりしろ。どこが間抜け面なんだよ。キリッとしてるだろ。それはしてない。デブだらしない、体に悪い。だから人のことデブでも言うな。もしかしてジータン、アキノリの体のこと心配してるんじゃない？そうかな？悪口にしか聞こえないんだけど、そこはフォローしよう。漆黒に染まりし闇を抱く赤き炎竜、バッチリ解決。可愛かったね、紹介。ふう、ってことで次はミッドナイト熱血魔人やね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。めっちゃ中二病っぽいクエスト名やなって思ったけど、中二病っぽかったね。